はい、せ完了ということでね、お出かけしましょう。お出かけってそんな買い物に行くみたいな感じじゃないんだよな。魔王を倒しに行くんだよな。そのマンコールっていうのはどこにあるかなんだよな。あの女の子どこって言ってたっけ、ガラクタって言ってたっけ、どこなんだろうそれ。あれどこだろうな。マンホールって言うからには屋外だと思うんだけど、マンホールなんか見かけた？ちょっと通るよーん。でだ、あ、ちょっと待って、これ奥行けんのかな。あ、いや、できなかった。あ、これか。あ、ある。丸見えだぞ、周りの奴らから。なんか変な奴がマンホール入ってたぞっていう。主観視点で登っていく。そしてもうどこに着いたのかさっぱりわからない。どこだここは。お、なんか、まあ、入ってみるか。ちょっと新しいとこ来たらビビっちゃったんだけどさ。おお、なんかいっぱい人がいる。え、なんだなんだなんだ。君は性別が不明だな。歯車ラブ。ふふ、これが私の最愛の歯車。その名もオンディーヌちゃんだ。見てくれ、このギザギザの絶妙さ。くっ、しかししかし、この溝のほこりがどうしても掃除できないんだよ。あー、かわいそうなオンディーヌちゃん。歯車マニアはルカの持っている使い古しの筆に目をつけた。おお、その筆は。それさえあればこのオンディーヌちゃんのここんとこのほこりが掃除できる。あー、絵描きにもらった筆のことか。おお、ありがとう。俺に、私のコレクションからこの歯車をあげよう。大事にしてくれよ。ルカはレアな歯車を手に入れた。は、歯車マニアから歯車もらったんだ。まさか、そのもらった筆がそういう使い方をされるとはな。私は誰だ、シルエットクイーズ。いやー、そんなことせんがね、姿見えてるし、わしは自ら名乗るところの歯車博士じゃ。このマドリルには無数の歯車がある。がしかし、これらはわしらが作ったものではない。すべての歯車、いや、この町自体が千年紀と呼ばれる遥か古代の人々の遺産なのじゃ。だが何も分かっておらぬ。千年期については何も、何一つ分かっておらぬのじゃ。それだけにわしらは惹かれる。歯車、この神秘的な物体に、歯車ラブ。あ、な、そういうなんか寄り合いなわけね、ここは。歯車を愛してやまない人たちが集まってる感じ。ようこそ、歯車の家。ここは歯車が好きで好きで好きで、頬ずりしたり抱いて寝たり結婚したりしたいと思っている人々の集う家だよ。合言葉は歯車ラブ。合言葉歯車ラブ。なんか俺、とんでもないところに迷い込んだのでは。ここの人たちにはとってもついていけないっす。帰れよ。じゃあ、あ、ここにもあるぞ。俺どっちから来た？この右のところからね。ここは黒幕障子、関係者以外立ち入り禁止です。
どうかさっさと立ち立ってください。さもないと怖かったりとか痛かったりとかそういうことになりますよ。早くしないとあなたの後ろから。なーにそんなおかしいもん。あ、このガラクタって、あ、このことか。で、あのガキどもがこのガラクタを置いたせいでマンホールからしか行けなくなった、そういうことを言ってんのかな。あのお姉ちゃんは、どっちだろう、右と左にあるけれど、ちょっとあんた誰、勝手に入ってきちゃダメだよ。あたいたちここで血で血を洗う構想をしてるんだからね。リーダー、こいつだよ。嫌がるオイラから無理やり裏道の情報を聞き出しやがったんだ。あー、でも陰で芸ができるんだよこいつ。もうすっげえ笑えるよ。このガキ、もう一度言ってみろ。この魔王スタンを笑ったやつは皆もがき苦しみながら死ぬことになるぞ。うわ、本当だ、すごい。じゃなくって、あたいたちを舐めてると痛い目に遭うよ。そうだそうだ、この方こそマダラ猫団のボス、マギー様なんだぜ。影なんかで怖がらせようったって無駄さ。なんせリーダーは生傷マギーとあだ名がつくほどおてんばなんだぜ。わかったわ。さてはあんた、ヒゲモグラ団の手先ね。なんだそれは。まあいい、行くぞ子分。要は忙しい、子供の遊びに付き合っている暇はないのだ。こんなガキどもが下水道への裏道など知っているはずはないしな。下水道への裏道知ってるもん、あたいたちだけの裏道だもん。でも教えてあげない、ヒゲモグラ団のスパイなんでしょ。いいだ。おい、いい加減にしろ。そのヒゲなんとか団というのは何なのだ。今日は魔王だぞ、こら。とぼけても無駄よ。いいだ。おやおや、仲間割れかい。さすがはマダラ猫団、レベルが低いね。ロバート。やあやあマギー、相変わらず貧乏くさい格好してるね。このビルはあたいたちのだよ。ヒゲモグラ団のボンボンは2階でママに甘えてな。やだやだ、野蛮なマダラ猫団は言葉遣いも汚いね。それに君は一つ間違えてるよマギー。このビルの奥の方はもう我がヒゲモグラ団の支配下に入ってるんだ。なんですって、いつの間に。坊ちゃんぶっててずいぶん卑怯なことしてくれるじゃない。ふふん、負け犬は本当に吠えるしかなくて悲しいね。こんなボロいビル、どこからだって入れるさ。ところでこれを見たまえ、これは確か君んちの猫だよね。あ、ジルベルト返せ、あたいのジルベルト。汚いぞ、猫を人質に取るなんて。おっと失礼だな、僕は迷子の猫を保護しただけさ。このビルの奥の部屋まで受け取りに来てくれれば返してあげるよ。奥の部屋までたどり着ければね。おい、我がヒゲモグラ団の新人メンバーよ、マダラ猫団に挨拶してあげるんだ。はいはい。どうだい、参ったかい。負けを認めて降参したまえ。降参したまえ。したまえ。ヒゲモグラめ、卑怯だぞ。リーダー、どうしやすか。
負けないもん。こっちにも侵入団員がいるんだからね。ね。どこにいるの？頼りない侵入団員だね。じゃあ奥の部屋で待ってるよ。下水道に入るためとはいえ泣けてくるわ。根性悪のロバートのことだから、またろくでもない罠を張ってるわね。任せたよ、新人メンバー。ああ、もう我慢ならん。ふざけるの、もう。あたいの猫取り返してくれたなら、下水道への裏道教えてあげるのにな。なんてことでしょう。廃墟ビルに繰り広げられる死闘、壮絶な縄張り争い、くぅ、燃えるよな、な。まったく、結構この子可愛かったんだけど。あたいの猫取り返してくれたなら、下水道への裏道教えてあげるのにな。頼んだわよ、新メンバー。もう女の子の名前忘れちゃった。はあ、はあ、なんで私がこんなところで重たい箱を押さなきゃいけないの。ああ、なんだか泣けてきたわ。とほほ。なんということでしょう、箱でブロックされた。ああ、これはロバート得意の押せるけど引けない箱だぜ。押せるけど引くことはできない箱で、出口を塞いであるんだぜ。箱を押す順番をよく考えて、出口を通れるようにしないとな。うむむ、こいつは頭を使うぜ。うわ、大変そうだね。頼むわよ、新メンバー。なかなかいい説明ではあったわ。引けないだと、押せるけど引けないだと、何を言ってるんだ。泣けてきたぞ、ヨウは。なぜこんな子供の喧嘩に高貴なるヨウが付き合わねばならんのだ。おい、コブン、とにかくお前が悪いのだ。このクズなコブンめ、コブンめ、コブンめ。あれ、あと自動でやってくれてる、これ。まあ、俺の想像していた通りだったからよかった。やったよ。わあ、大変そうだね。頼むわよ、新メンバー。もう終わったんだが、この先もやれと。なんかマークが出るんだけど、これなんだ。こんな重い箱わざわざまた動かすこともない。うん、行けばいいのか、奥へ。なんか他にアイテム落ちてないのか。よし、ロバート。うわ、まさかこんなに早く僕の考えた罠を突破してくれたわ。ロバート、約束よ、ジルベルトを返しなさい。ふ、やだね。僕は返してやってもいいとは言ったけど、必ず返すとは約束してないぞ。ひどい。ロバート、なんでそんな意地悪すんの、ロバートのバカ。泣いたってダメさ。いた、新入団員。何するんだ。いい加減にしなさい。喧嘩するのもいいわよ、それに大人を巻き込むのもまあいいわよ。だけど今の言い訳は最低よ。女の子を泣かすなんて最低よ。分かった？分かったの？返事なさい。
だってマギが悪いじゃないか。マギがくそ、マギのバカ野郎、バカ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 野郎。僕はどうすればいいのかな。てタイヤ。あ、投げんな。うん、やっぱりロバートのやつ、うちのリーダーを。複雑な男心ってやつかな。でもリーダーは全然分かってないし、こりゃ当分構想は続くね。次こそオイラも大活躍だぜ。もうロバートったら許せない。今度会ったらギッタンギッタンにしてやるんだからね。なるほどね、まったく男の子って。以上、終わった。なんかいろんなことやったけど終わった。ここで道を教えてくれるんか、姉ちゃん。どうなってんの、もう何もないのかな。どこか行けるわけでもない。ちょっと持ってみるか。あ、新メンバー、待って待って、助けてくれてありがとうね。あたいは約束を守るよ。下水道はね、この建物の裏側のマンホールから入れるんだよ。門開けとくからいつでも入れるよ。この建物の裏側のマンホール。ちょっとちょっと、そこの君、ちょっと待ってよ。君、まさか下水道に入るつもり？あそこには魔王がいるのよ。ふっ、だから行くのさ。もう何言ってるの、子供のくせに。死んじゃってからじゃ遅いのよ。やめときなさい。シッシッ、あっち行け女勇者。余計なおせっかいはやめて、自分の目尻の小じわでも気にしてろ。誰？今の声は。いいか、ごめん、僕だよお姉さん。失礼なこと言ってごめんなさいだよ。何？腹話術師なの君。まあいいわ、本当に失礼だけど。それより本気で入るつもりなの？ごめん。そうだよお姉さん、だからもうあっちに行って僕のことはほっといてね。だよ。そうはいかないわ。でも何か事情があるのね。うん、そうね、私も下水道に入らなきゃいけないし、なら一緒に行ってあげるわ。お仲間スタン、どうしよう。うん、相談してみようか。バカ者、黙っておれ。とにかくこの女から逃げるのだ。ごん、僕は一人で大丈夫なのだよ。ねえ君、大丈夫なの？病気か何か？これはますます心配だわ。とにかくしばらくお姉さんが一緒に行ってあげるからね。私の名前はロザリー、君は？ルカ君か。ルカ君、よろしくね。ルカ君もいろいろ準備があると思うから先に行って待ってるわね。行ってもうた。まあ行くしかねえかな。あ、新メンバー、まだうろうろしてんの？下水道はね、この建物の裏側のマンホールから入れるんだよ。門は開けてあるからいつでも入れるよ。じゃあお世話になったよ。とりあえず買い物はもう終わってるから、そのまままっすぐマンホールに入れるのだけれど、のだけれどね。の、おおおおおお、ガラクタがなくなってる。ありがたい。お、人もいなくなってる。ありがたい。一体街に何が起きたというんだ。
はい、じゃあ一回セーブしてから行きましょう。よし、で建物の裏にあるマンホールと言っていたな。どこの建物の裏だ。ここは入れなかった。で、ここの建物の裏ってこと。おい、開いた。左側、あー、しまった、左側の部屋に入ってない。準備はいい？いいえ。まだ何かあるの？じゃあ待ってるから早くしてね。はい、すみません。ちょっと一つ部屋入り忘れてました。ここの部屋扉は固く閉ざされている入れなかったじゃあいいじゃん、いけるじゃん。準備はいい？はい。それじゃ行きましょう。中では用心してね。私の後からしっかりついてきて。危なくなったら下がるのよ。いいわね。うん、分かったよ。じゃあ行こうか。お待ちくだされ坊ちゃま。なのこの怪物は。坊ちゃま、あんまりでございますぞ。このジェームス、坊ちゃまのお呼び出しを今か今かとお待ちしておりましたのに。ささ、このジェームスが来たからにはもう安心でございます。今こそお見せしましょう、我が家に伝わる戦慄の殺人剣、羊暗黒剣を。ねえルカ君、この怪物一体何なの？彼は僕の執事だよ。ちょっと手品が使えるんだ。は？どうされたのですかな、坊ちゃま。私は手品師などではありませんぞ。私こそ悪魔の魔王。うわあ！最高、ジェームス！頼んだぞ、ジェームス！お任せあれ。あ、いかん、ラスター社と約束してた。坊ちゃま、私は休養ができましたので。これでいつでも私は坊ちゃまを熱く熱く応援しておりますぞ。なんだったの？いや、本当に困ったもんだね。ちょっとルカ君、どうもさっきから確かに君の影がなんかこう変な風に。5分。実は僕お化けの呪いで、そんで下水道魔王が薬草を持ってるって聞いて。そう、そうだったのね。かわいそうに。そうと分かればお姉さんが助けてあげるわ。でも君の影、どこかで見たことがあるような。早く行こうよ。急がないと下水道魔法に会えなくなるよ。そうね、急ぎましょう、ルカ君。さあ、これからダンジョン突入ってことですか？ブー、来た！ダンジョンザ、読めない。多分、なんか、下水道って意味なんだかな。なんかいるんだけど、もう。まあこれにしてみようか。もうどうでもいいや。